はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。さて今回なんですけれども、単発扱いということで、マインスイーパーの攻略テクニックをいくつかご紹介していきたいと思います。マウス2つくっつけてるんで、マウス2つどっちか動かしたらどっちか動くっていう状況なんですけれども、それはさておきですね。さてうちがどういう風な感じでマインスイーパー攻略してるかっていうのをちょっといくつかご紹介していきたいと思います。でもちろんなんですけれども、あの左クリック右クリックの同時による、こういうふうな感じのことはやります。じゃあ早速いきましょう。こちら大体まず左上の隅からやるんです。左上っていうか隅からやるんですよね。なんか悪いなこれは配置が。失敗した。じゃあ行きましょう。早速行きましょう。うちがいつも使うテクでかなりこれは使えるんじゃないかなっていうテクニックが、三つ置き確定のテクニックなんですね。でこれはどういう風な感じかというと、今こんな感じで、パッと見分かりづらいと思うんですけれども、実はうちの中ではここが開けられて、ここに地雷が入ってるっていうことがうちの頭の中で今わかるんですよ。でどういう感じかっていうと、仕組みはリズメっていうか、本当にリズメなんですけれども、まずこの1に注目します。そうすると1ってことなんで、この今この2箇所のどちらかに地雷が入ってるってことなんですよ。そうして隣の1を見るんですね。そうすると、青いところで示されたどっかに地雷が入ってるっていうのを分かってるんで、そうすると自動的にこちらの黄色い丸のところは地雷が入ってないっていうふうな寸断になるんですね。なぜかっていうと、青いところには地雷が入ってるんですけれども、そうすると黄色いところにもし地雷が入ってたら、この数字って絶対2になるはずなんですね。なのでそういう理由でここが開けられます。で同じような感じで今度逆パターンがこっちなんですけれども、こっちで今度は青い2箇所のところが1ってことはどっちかに入ってて、そうするとこっちなんですけれども、そうすると黄色い丸のところはもし地雷が入ってなかったら実はこっちは1になるんですよ。こっちと同じ原理なんですけどね。そうすると実はここには地雷が入ってるっていうふうな寸断でわかります。死んだ。でも見た感じここには実は地雷が入ってるっていうのが確定してるんですね。そういうふうなテクニックでやっていくといろいろわかるんですよ。じゃあ次ここですね。これだと実はこの2つ2は確定します。で同じ原理でやると、ここ確定しててここで2がもうこの2箇所入っちゃってるので実はここ開けられます。あとどんどんやっていきますか。じゃあここも考えてみましょうか。さあここはどうでしょう。皆さん考えてみてください。はい、答えです。答えは入ってます。あと隅の1の定理ですね。こういう風な感じで隅っこに出てるのはここ絶対1になるので、ここは確定しますね。それはどうでもいいか。これは多分お分かりだと思いますけど、そうすると実はこここうやって開けられてっていう風にすぐ分かってくるんですよね。で、応用例です。応用例なんですけれども、こうでこうっていうふうに考えて実はこの2箇所開けられます。というのはここだと今へこんでる青い四角のところ、四角かどうかわかんないけど青いところが1箇所入っている。そうすると3のところで見ると、今下のところの2箇所と青いところのどこが入ってるっていう風になるので、そうするとこれで3つ出てくるんですね。そうするとこの2つが開けられるっていう風な寸断になるわけです。でこの2つが確定するんでね、そんな感じでやっていくと
いろいろ分かったりして面白いんですよね。じゃああとは普通にクリアしていきますか。まあそんな感じでうちは結構マイスイーパーに関しては、おお、6 6ってことはこれで全部入るんだよね。まあ結構やり込んでますけれども、いろいろ分かったりするんですよ。これ、まあこれは普通にこうで分かりますけど、これも同じ原理でここが開けられるっていうのは分かるんですよ。で、この2つは確定で、ついてきなかったらごめんなさいね。ただうちはもうこれが頭の中でもうポン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 分かっちゃうんですよ。それだけうちマイスイーパー注力に用いてるのかどうか知らんけどね。はい、じゃあ問題です。ここは果たしてどうなんでしょうか。3、2、1、はい、では答えです。答えは開けられます。というのはこの2箇所のどっちかが1で、こっちで考えるとここは開けられるって感じですね。このテクニックは使えると思いますよ。あ、じゃあこれもちょっと応用例でやってみましょうか。さあ今こうなりましたけ、あ、てかこれがあるからいいのか、ごめんなさい、今例出そうと思ったけどやめた。やめたっていうか例出さなくても逆にわかるだろうって手があったので、これも応用例でできますね。こことここですけれども、さあ果たしてここはどうなるでしょうか。3、2、1、はい、答えは開けられます。もう分かりますよね皆さん。どうだろう、分かるかな。ちょっと高度かもしれないんですけれども、慣れてくるとこれ結構使えるってことがよく分かると思うので、ぜひやってみてください。うん、あ、これもいい例だな。じゃあ問題です。ここは果たして開けられるでしょうか。3、2、1、はい、答えは開けられます。お、これラッキーだな。こんな感じでうまくいくんですよね。やべ、ちょっと時間も押してるかもしれない。ここは無理だよな。あ、ここも OK で、いやーだな、これはなんだ、これはなんだ、ここら辺はちょっとあまり決められないな。もう開いた開いた。今これも分かると思いますけど、ここは開けられますよ。4か4ね。でここは開く。どうなるんだ。こうでこうだからここ OK かみたいな感じで分かっていくので、まあこういう風に、なんだろう、ここが端っこと見て、こここうやってやっていくと実は順々に分かっていくんですよ。そうすると例えばここだったら実はここが開けられるんですけれども、2でやって1ってやってここが開くで、うまくいったら実はここ続きでできるんですよ。こうやって、まあここが地雷が入ってる入ってないにかかわらずですけどね。そうするとこうでこうなので、そうするとここ2箇所埋まってるから実はここも開けられるっていうふうに連鎖的に分かっていくっていうのが実はこれ結構強みなんですよ。次にクリアしていきますか。時間を押してるな。じゃあここもやっていきましょう。連鎖でいきますよ。そうするとこうでこうなので、ここが開けられる。まあ、例えばここ2だからもう確定しますけど、こうでこうだからこの2箇所が開けられるってなるわけですね。あ、そうか、ここでね。3だから、これも応用例でやっていくと、こうでこうなので
実はここが開けられます。このテクニックは多分結構使えると思うので本当におすすめします。まあ自分で考えたルールですけれども、マインスイーパーの意味遭遇即して考えるとこのルールって実はちゃんと理にかなってるんですよ。マインスイーパーのルールで、やばい、時間が足んない、時間が足んない、クリアしたいけど、ここで、あ、まだあるよ、こっちか、はい、ってな感じです。まあ、もし今までマインスイーパーを噛んで上級とかで噛んで結構でやってたっていう風な方がいましたらぜひ使ってみてください。では以上になります。ご視聴ありがとうございました。